オナー・フロストは、キプロス生まれのダイバー、考古学者。水中考古学の先駆者であり、レバノンを中心に地中海の考古学調査を多く主導した。石の怒りの類型論や考古学使いの技術でも知られた。オナーは一人っ子であり、キプロスのニコシアで生まれた。幼い頃に孤児となり、ロンドンの弁護士兼アートコレクターのウィルフレッド・エービルが、後見人となった。 彼女は美術学校に通い、バレエのセットデザインに携わり、デートブリテンで仕事をしていた。これら芸術的な活動の一方、ウィンブルドンの友人のパーティーで、第二次世界大戦の潜水服を着て、裏庭の17世紀に作られた井戸に飛び込むという冒険家の一面もあった。この最初のダイビング以降彼女はダイビングに夢中になり、水の外で過ごした時間は無駄な時間だったと語った。 こともある。フロストは、ジャック・イブクストがスキューバを発明した直後にダイバーとなり、1950年代初頭にフランスやイタリアでダイバーやアーティストとして活動した。世界初のスクーバダイビングクラブ、クラブワルピン・スース・マリンのメンバーとして、フレデリック・デュマと共に沈没船の水中調査を初めて体験した。トルコでの探検の結果、ゲリドンやミサキで、 青銅器時代後期のナンパ船が発見され、フロストはこれの重要性に気づいていたとされる。このナンパ船は1959年にトルコのダイバー、ムスタファー・カップキンとアメリカのフォトジャーナリスト、ピーター・スロック・モートンによってすでに発見されていた。しかし、これが見受けないのものではなくフェニキアのものとしたのはフロストであり、これからフェニキア人が 鉄器時代以前に海上交易を行っていたという最初の証拠を提供した。彼女は UCL 考古学研究所で知り合ったジョーン・デュ・プラット・テイラーにゲリドンや発掘調査の共同責任者として参加するよう説得し、スロック・モートンはペンシルベニア大学の若き大学院生ジョージ・バスを連れてきた。バスの経験不足を資金で補い、ゲリドン屋の沈没船は 彼の博士論文のテーマとなり、彼は発掘現場の責任者となった。ゲリドン屋の沈没船は科学的に適切なアプローチで行われた最初の水中調査であり、ここでのフロストの役割は非常に重要であった。紀元前12世紀の青銅期時代のナンパ船は当時世界最古のナンパ船として知られていた。1968年にはユネスコの調査団を率いて、 アレクサンドリア港のファロス遺跡を調査し、1997年には、エジプトにおける海底考古学の先駆者として、フランス政府から勲章を授与された。1971年からは、イタリアのシチリア島マルサーラで、ポエに戦争時の軍艦の調査を主導した。2005年、b サックは、彼女の考古学への取り組みを評価し、ダイビングにおける国際的な協力を促進するために、 コリン・マクラウド賞を授与した。フロストは2010年9月12日に死去した。2回の人工股関節置換術を受けるも勢力は衰えず、死の数ヶ月前まで最大での調査を計画していた。また、初めてインドを訪れ、彼女が世界最大の石の怒りと信じていたものを見に行ったりもしていた。ウィリフレット・エビルの死後、彼女が相続した大量の美術コレクションは、 地中海の水中考古学に資金を提供するオナーフロスト財団の設立に使われた。サウサンプトン大学図書館の海洋考古学特別コレクションの一部であるオナーフロストアーカイブには彼女の考古学研究から得られたフィールドノート、図面、報告書のほか多数の写真が収録されている。彼女の著書の多くは現在サウサンプトン大学図書館にも所蔵されている。 フロストはマルタに別荘を所有していたが、エビルから受け継いだ主な住居はメルルボーンにあり、そこには20世紀のイギリスの画家、特にスタンリー・スペンサーの主要なコレクションがあった。このコレクションは彼女の死後競売にかけられ、その収益はオナーフロスト財団の資金の大部分を占めている。フロストは一度結婚したが離婚し、その後は生涯独身だった。ありがとうございます。